皆さんこんにちは。はい、はい、こんにちは。海外ビジネス、進出、海外進出応援 YouTuber のケントです。はい、海外ビジネス大学校長の横川です。はい、よろしくお願いします。はい、初めての取り組みとなります。今回海外ビジネス大学ではですね、海外進出に必要な人脈、情報、ノウハウっていうのを配信してるんですけれども、もう YouTube だったりセミナーやってますね、横川さん。やってますね、バンバン。やってるんですけど、もう語りきれないことがたくさんあるんですよね。あ、もういっぱい、もういろんな事情がね、はい、ありますから、はい、今日はね、ちょっとそれを語り尽くそうかと。そうですね、語り尽くしたい。この鮮度のいい状態で、ちょっと皆さん、これすごいホットな情報なんで気づいてくださいよっていうことを、そうです、この Facebook ライブでもう、まだだよとやってしまおうという。そうです。はい、はい、時間節約大作戦ということで、こちらに YouTube でも配信しております。ではよろしくお願いします。はい、YouTube 誰か見てるかな ?Facebook ですね。ああ、ごめんなさい、Facebook。はい、これ終わった後YouTube でも配信しようと思ってます。なるほど、いいですね。はい。普段のセミナーでは語りきれないホットな海外情報を Facebook ライブで配信。いいですね。はい、というタイトルです。はい、というわけで、こちらの海外ビジネス大学、特別講義ということで、いろいろね、ノウハウだったりとか話したいっていうのはあるんですけど、はい、まあ、中でもやっぱ出やすい業界だったり出やすい産業ってありませんか？あるよね。例えば、うん、どんなところですかね。まあ、僕たちだったらと、もう答え言うの？それともどんな感じ？なんか、まあ、ここに書いてるんですけど、まあ、それ以外にもあるじゃないですか。いや、それ以外でいくと、なんか肌感でやっぱ最近思ってるのは、健康とか美容系、ね、そうそうそう、もうちょっとホットな話しようかな。やっぱりね、日本の中古の機械とか、なるほど、はい、これ言ったらあかんのかな、ダメかなもしれん。てか、なんかもっとあれですね、深掘りたい話でなるんですけど、さっき出たキーワードで美容健康っていうのも、また一つちょっとトレンドも見えてきてますよね。そうですね。ここはコロナで、ね、コロナで。そうそう。ちょっとだけまた少しまた話がずれてしまうけど、この前もね、セミナーで皆さんにお伝えして、多分びっくりされたんじゃないかな。日本の農産物が去年は過去最高の輸出売上だった。それすごいですよね、うん、しかもだから1兆円近かったよね、9900何十億みたいな。そう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 、はい、うん、なんかやっぱりそういう知らない世界でも、そういうの聞くとみんなちょっと勇気とやる気が出るんじゃないかなって思うんですけど。そうなんですよ、だって目の前にもう負けてくるわけですからね。そう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 、うん、決してね、やれば売れるっていう世界ではない。これはまあどこのマーケット行っても一緒で、なんかここもちゃんとね、しっかり伝えないといけないなって思ってるんですけど、でもやっぱりマーケットがありますよと、ね、日本よりもはるかに大きな市場がそこにある、うん、だからやっぱそこにね、行かない手はないでしょう。なるほど、はい、と思いますね。東さん、ありがとうございます。見てます。アズピーということで。はい、ありがとうございます。東さん、はい。あれ、はい、東さんかな、僕の知っている。はい。そうです。はい。で、そうですよね。その、美容、健康とか、その農水産物とかって注目されてる中で、うん、やっぱり、ちゃんとした健康志向というか、本物志向っていうのが、うん、まあ、一つのキー注目ワードになってると思いますし、はいはい、それが人間、対人間のものだけではなくて、実はそれ以外のものにも波及してるよっていうところが、うん、今日の一つのなんかポイントになってくるんじゃないかなと思います。そうですね、はい、というわけで、今回の特別講義のテーマは、はい、こちら、東南アジアのペット市場へっていうことでちょっと話していこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。びっくりですね、これも。そうですよね、これね、実は僕自身がびっくりだった。あ、本当ですか。それはどういったきっかけから。いや、依頼があって、海外を、まず国内でこういう展開をされたいっていうね、まあ、ベンチャーの方がおられましてね、はい、でも市場にその、まあ、研究を重ねて、これすごく大事なんですね。やっぱ研究重ねて、やっぱりなんかこう自分なりの手応えを掴
間で、これも仮説検証をたくさん繰り返したみたいなんですよね。で、日本でなんかそれなりに感触を得て、で、商品化をしようとしたときに、海外を狙いたいというので、まあお話が来たんですよね。なるほど、なるほど。で、調べてみたら、なんのことはない。僕、中国までは知ってたんだけど、東南アジアもめちゃめちゃ伸びてると。そうですね。伸び率が違うっていうですね。まあ、絶対額は大きいんだけどね、海外の、あの中国の方が。やっぱりその見ていくと、その国ごとになんか動向とかあると思うんですけれども、例えばその方とかは元も、まあ、会社名出さなくていいんですけど、もともとどういう商品作られてて、でなんかどういう方向性で海外でよっていうのはあるんですか？まあもうすごくこの人は明快単純で、犬が大好きそうなんです。で、別の仕事を持ってらっしゃってて、でも犬が大好きすぎて、まあ、犬のことをいろいろ考えた時に、まあ、日本でもあるのはあるんですけど、こう犬もやっぱり歯が弱くなると結構犬の歯周病とか多いんだけど、それはやっぱり硬いものを食べない、っていうのもあって、まあ、もうそういうものが食べれない犬自体もあるんですけど、やっぱり犬ってちょっと中型犬大型犬ぐらいになるとやっぱりしっかり噛んで、それなりに犬歯も含めて調整しないといけないと。それから、まあ、歯垢なんかもね、しっかり取らないといけないと、いうことなんですけど、まあ、その一つが、しっかり噛むっていうことなんですね。で、それを考えたときに、なかなかいいそういう噛む材料がないよねと。犬が喜んで噛むようなもの。ったときに、これ実はまだ僕も現物見てないですよ。はいはいはい。特許を取られてるんですよね、今ね。あ、もうすでに取られてるんですか？今もう申請をしてるんですよ。はい、で、それが降りるとこまで、まあ、まあ申請出すとこまでかな、なんですけど、もう犬が本当飛びつくような形と、これももう一つはなんか、まあ、ノウハウなんですけど、何かをそこの噛むものに入れることで、もう犬の食いつきがすごいらしいんですよ。なるほどなるほど、その、成分ってことですかね。なんか成分、匂いなのか味なのか、あれですね。そうなんです。はい、その成分と、まあ、たまたまそれは別の方がね、その話構想を聞いて、だったらこんな成分入れたらいいんじゃない、っていうところでいろいろこう試行錯誤して、決めて、でこっちのもともとの人はこんな形だったらいいっていうね、いろんなこうそれもいろんな形作ってみて、でそこを融合されたものが出来上がる。なるほど。はい、次海外展開行きたいんです。ね、これということは、その、まあ、我々もね、この手の話があってからやっと知りましたけど、まあ、日本もそうですけど、ペットにまつわるなんか問題ってあるんだなっていうレベルの方って意外とまだ多いと思うんですよ。めちゃめちゃあると思うんですよ。で、今その改めて整理すると、例えば、まあ、それでいうと歯周病的な話なんですかね。まあ、これはね、ちょっといろんな話があって、歯周病が治るとは歌えないんだけど、はい、まあ、一応そういうことも考えられますよ。でも噛むっていうことが実は非常に犬も大事なんですよっていうことですよね。なるほど。ではなので、もう、ね、視聴者の皆さんですよね、本当にペット飼ってる方もそうですし、ペット関連のサービスやられる、もしくはやれる可能性がある方、大注目ですけど、実はペットっていうのは、まあ、歯周病とかその噛むっていうところに対して、実は室内犬特有の、まあ、課題というか、そこを訴求してあげると、よりユーザーは、何それ面白いかもってなるかもしれない。そうですね。それとやっぱりこう犬へのケア、まあ、猫もそうですけど、やっぱりそのかける手間とかお金とかが年々上がってるらしいですね。あ、なるほど。だからそれに対するその、対策ですね、かける費用はいろいろありますよと。値段価値がね、まあ、うちのね、奥さんもね、もううちの昔ベベってミニチュアダックスフンドがいたんですけど、はいはいはい、アメリカにいる時にね、子供ができる前に初めて買ったんですね。もうだから長男みたいですもんね。長男みたい。はい、なるほどなるほど。その家族の一員。その後に娘が2人生まれたんだけど。ああ、なるほどなるほど。だからうちの長男がベベみたいな。
2014年に亡くなったんだけど、はいはいはい、まあ本当に家族、まあ僕もそうですけど、やっぱりね、こう気持ちがすごいですね、あの亡くした思いっていうのは。あ、やっぱなんか家で、しかも家で買うとやっぱそうなるよね、やっぱね。うん、だからそれは自然な流れだと思いますよ、うんうんうん、だからそこにやっぱりお金は使うんでしょうね多分ね、うん、それで言うとそのそうなのって思う方もいらっしゃると思うんですけど、実はペットショップって結構アジア特に日本特有のビジネスモデルなところはありますよね。そこは押さえておいた方がいいかもしれないですね。あ、そうですよね。ちょっとなんか、うん、そんなに海外はないんですよね。そうです、そうです、うんうんうん、なんでまあこういうのをねちゃんとデータとして調べておけば実質した内容かもしれないですけど、まあこういうね経験ベースでお話しさせてください、はい、例えば僕がいたカナダとかでは本当にあのペット飼ってるお家が多くてですね、はい、夕方公園に行くとまあドロッとなんかペットコミュニティが出て、その飼い主たちが出てくるんですけど、話聞いたら誰もが飼えるわけではなくて、うん、ある程度のその所得だったりとか、うん、まあ、ちょっと簡単な面接的なところで、あのスクリーニングするみたいですね、うん、で買えますよ買えませんよっていうのをなんか保護施設とか、うん、そういうしかるべき機関からいただけるみたいなのもあるみたいです。そうね、やっぱり面白いね。なんかそういうことを ちょっともうちょっとなんかタイムリーかつ正確にいろんな人に伝えることができたら、もっと日本の会社はもうビジネスチャンスがいっぱい出てくるんだろうね。おというと、だからあ、じゃあ私もこんな商品出しましょうとかって、うん、チャンスが広がるよね、海外で売れているとかなるとね。確かに確かに、そうですよね、うん、なんかね、なんか僕我々ですらそうなったのってことは多分ね、知っておけば何かチャンスかもしれないっていう方いらっしゃるかもしれないですよね。そう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 、うんうんうん、あのなんか当たり前で海外に行って見てたことが実は当たり前じゃなかったり、うんうん、まさかそこまではっていうことが実はものすごく海外では好まれていたり需要があったり、うんうん、そうですよね。なんかそれで言うと次の課題提起ってあのすごい、まあ、ほとんどの方知ってるかもしれないんですけど、僕はびっくりしたのは、実は日本のペットフード、まあ、日本に流通しているペットフードの中にはかなり化学添加物が含まれているっていうのは、わあ、マジですか。これ僕だと誰かに刺されないですかね。大丈夫ですかね。刺されるな、それはもう。刺されますかね。足りなくなっちゃうんですね。まあ、まあ結構その入っているらしくて、まあ物によりますよもちろん、うんうん。なんですけど、僕の知り合いの会社の社長さんが、まあ、居酒屋をやってまして、はいはいはい。で、まあ漁港のその水産のビジネスと、まあ、都内で居酒屋を何店舗も経営されてるんですよ。うん。で、漁港で取れたその魚のアラとか使わなくなったアラとか骨っていうのをもう圧力鍋でグラーって炊いて、もう何も味もつけずにまあフリーズドライかなんかして、で居酒屋の店舗と一緒に提供してるんですって。それがむちゃくちゃ売れるんですって。いいねそれ。うん、でなんで売れるかっていうと、いわゆるそのペットに対してもオーガニックっていうのを気にされるユーザーの方って増えてるよっていう話なんですよね。その人輸出しないかな。ちょっと知り合いの知り合いの知り合いくらいなんで、あれなんですけど、大量生産できないかもしれないね。うんうんうん、まあ、でもそういうのはいいな。いいですよね。うん、なんでご視聴の方々、ペットの、まあ、歯ですよね。歯っていうかその噛むっていう習慣とか、うんうん、あとその体内に入れるっていうところだ。でも今なんか日比さんのその情報を持って一つ最近気になってるワードをこう掛け合わせると出てきたのが、うん、フードロス、うん、を野菜とかをね、要は市場に出ないとか店舗で料理するのはちょっとキャベツとか外を切ったり、あるいはその形が崩れたやつはね、まあ捨てたり、根崩れするから捨てるみたいな世界が実はまだあってさ、はい、まあ、そんなものを集めてなんかそういうことをペットフードにしてね、うんうん、まあ、その野菜がいいのかって言ってはあるけど、うんうん、
あとだね、牛とか、豚も、ね、そういうちょっとその解体場なんかでね置いてて、僕あの前の会社が品川にあって品川、まあもうそういうものが食べれないと、そう、上から見てね、いっぱいなんかね内臓かな、あれ多分捨ててんだよね、あれ見てて、まあそれ食べれないかもしれないけど、なんかそういうこととうまく掛け合わせるとなんか面白くなりそうな気がするんだけど、確かに確かに、本当になんか、うん、多分そこはマッチングせずしてなんか逃してる機会損失かもしれないですよね。そうですね、多分なんか現場の方もなんかこれもったいねえなって思ってる方絶対いると思うんですよ。そうだよ、だから、うん、なんかもったいない、そういうのをまたそういうのをなんかポータルサイトでもったいないサイトみたいなんかで、あ、でなんかそれをなんとかするコーディネーターがそのサイト見に行ったらもったいない登録みたいなして、これいいんじゃない、もったいない登録、あ、いいかもしれない、でそれをなんか作る人、コーディネートする人とかでそれはね、昨日またちょっと違う案件である社長さんと話してね、あの東大の方だけどね、はいはいはい、考えることが違うね。おお、というと、もうだからもうものすごいアナログなことだから、もったいないをもう集めて一気に、売りましょうと。でその売り方はこれから作っていくんだけど、もう完全に今のインターネットを使ってポータルサイトを作って、半自動化を目指していますと。なんなら決済も全部、暗号通貨っていうかやりますみたいな。そっち、なるほど、あのプラットフォーム的な話ですね。プラットフォームだけど何を載せるか、だから何を載せるかからスタートしたわけ。はいはいはい、はい、でもプラットフォームが後から今の技術を使ってどうやったらもっと、オートマティカリーに、ものが、それもまあもったいない、要は捨てるようなもの、捨てるようなものじゃないんだけどね、まあ要は中古なんだけど、これはあんまり多分言ってはいけないと思うんだけど、それを流せるように、でそれを海外にも流したいっていうので昨日話を伺ってね、すごいなんかね考えてらっしゃったな、すごい。なんかね、あのね、動画をご視聴の皆さん誰と思ったか、うん、うちのこれなんかないっすかみたいなのでも全然いいんで、でちなみにもったいないってあの日本特有の言葉なんですよね。ね、確か何年すごい前に、そうですよね、なんかスピーチありましたよね。そうそう。うん。その使えるんだけど捨てちゃう、それはまた英語のウェイストとはまた違いますし、うんうん、なんか特有の、ね、言葉なんだよ、素晴らしいんだよっていうのを確かどっかアフリカの女性か誰かが、あ、そう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 、ね、国連のスピーチでお話ししたの印象的でしたね。だからね、まあ、すごくいいキーワードだなって思いますね。うんうん、あの日比さんも知ってるね、あるまた別のクライアントさんがね、もったいないっていうベースで材料を集めて。これは言ってもいいね、レトルトカレーを作って、ね、あ、はい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 、うん、あの別件でちょうど僕のある知り合いの人が今日その方と話してあの輸出を進めていこうってことにもなってますけど、あ、本当ですか、すごいな、うん、なんかそれはまさにその方がもうテーマとしてもったいないでアルファベットを書いてましたよ。あ、本当ですか、うん、もったいないってね、そう、なんかそういうのでこう組み合わせてやっていくといいんじゃないかな、そういうのかけるなんか海外でバズるじゃないけど伸びてる市場、例えばペット市場とか、うんうん、でなんかうまく組み合わせができるとすごいなんかサステ今でいうサステナブルなビジネスになるんじゃないかな、しかもなんか原資はいらないみたいな、うんうんうん、原資はまあいるけどその、ね、材料はそのままあるものを使う、あるいはそのね、廃棄されようとしたものを使う、まあ、それはもう本当にコツ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 、まあね、情報を貯めていくっていうか、そのなんかきっかけをつかんでいくっていう、まあ、努力にはなるとは思うんですけれども、そうですね、いやこれね見た人はぜひなんかそれをちょっとこの海外ビジネス大学にまずはちょっと投稿連絡いただくと、なんかちょっと我々で何かすると、そうですね、うん、ちょっとできるかどうか分かんないけど、言っちゃいましたね、うん、言っちゃいました、ね、またこれを次のなんか、ね、配信したらいいじゃないですか、うんうんうん、すごい、ね、そういうもったいないと思って、いやこれなんかもったいないサイトみたいな誰か作ってくれないかな、もしかしたらあるかもしれないですね、あるかな、うん、そうか、どうなんですかね、ある人なんか
海外ビジネス大学と提携しますか。いいと思います。ご興味ある方はぜひ概要欄の方から LINE アップ概要欄からそうそうそう、はい、見てみてください。まあ、変なね、はい、ペット市場からちょっと変わっちゃったけど、いやいや、でも今までの話をまとめると、まあ、ペット市場かなり盛り上がってますよと。で実はその傾向ってもう数年前からではあるんですけど、日本だけじゃなくても海外、もっと言うと東南アジアでも広がってるよっていう、まあ、お話をしてますと。ですね。じゃあどういったところをみんな課題感じてるかっていうと、まず、まあ、ちょっとざっくりですけど、噛むとか、その歯の丈夫さって、実はその、ね、日本人もそうですよね。柔らかいものに慣れてしまって、実は日本人って滑舌が悪くなってるみたいな。あ、そうです。はい、あるらしいんですけど、その歯、歯周病とかね、そういったところがユーザーとしては困ってる。もう一個はオーガニックって食べるっていうところで、実はペットフードの中には本当にそれ体に大丈夫なのっていうところはみんな心配しているよっていうのがあったりするかもしれません、ね。はい、それではここでちょっと大きいデータを見ていければと思うんですけれども、実はですね、グローバルペットケア市場規模っていうのがですね、ザ・ワールド・マーケット・フォー・ペット・ケアっていう、まあ、世界的な調査レポートがありまして、はい、まあ、その割合がありますと。で、今、グローバル全世界のペット市場っていくらくらいあると思いますかっていう、なんか。2兆5千億。あー、もっともっと夢と希望に満ちあふれてますね。あ、僕の数字？はい。あ、大きい？もっと大きいですね。もっと大きいでしょ？もっと大きいです。あー、じゃあ10兆ぐらいかな。あー、いいですね。答えはですね、この画面共有ちょっとしていくんですけど、13兆円ですね。アメリカで2兆だな。あ、そうです。多分。はい。で、なんかこの内訳が僕面白いなと思ったんですけど、まず 43% がドッグフードなんですって。なるほどね。ドッグフードってもう特化されてんだ。なるほどね。まあ内訳全部言うと 43% ドッグフード、うん、で 24% キャットフードっていうところで、またここもなんかやっぱり犬優勢なのかなとか、多分なんかばらつきあると思うんですよ。あ、例えばシンガポールとかだと、なんか飼える地域と飼えない地域あるんですって、犬が。ああ、なるほどね。つまりそのシンガポールってね、トイレ流さなかったりとかゴミポイ捨てしただけで罰金されるような衛生感に厳しいところなので、はいはい、まあ犬よりかは猫の方がいいよねみたいな感じで、規制が緩かったりするんですけど、それでいうとここのそのペット製品 30% っていうところも一つ面白いポイントかなと思うんですけど、うん、ですね。それでいうとなんかどうですかね、なんかペット製品って、まあ、だから 4兆円の市場ですからね。そうですね、うん。いや、どうですかね、でもやっぱ狙う余地がいっぱいあるかなっていう、うん、思いますよね。そのみんながどういうことを悩んでるのかな、ここで。そういう意味ではね、やっぱりもう一ついくと、ペットのね、やっぱ匂いとか、うん、汚れを拭くペット用の、まあ、その汚れ落としとか除菌とかに消臭とか、うん、それ結構売れてるね。それは売れてるっても分かってる、うん、消臭ですね。そうそう、やっぱりその家で特にコロナになって、なかなかもう外に出なくて、ね、家にいますと、まあ、それってやっぱ需要ですよね。だからそういう変化を捉まえるとやっぱり需要が見えてくるんでしょうけど、うん、特にまあそういったものが良くなってると。なるほど。うん。あとは僕印象的なのが2つあって、1つは実は僕も今北海道の実家でダックスフード飼ってるんですけど、室内、特にその室内小型犬って室内ヘルニアって言って、はい、ありますよね。はい。まあダックスフードね、特にね。アダックスもそうなんですね。そうそうそう、うん。なんかちょっと体が曲がって歩いちゃうみたいなのがあるみたいなんですけど、うん、まあ、そういったところもあるんだなと。そうですね。痛めやすいからね。やっぱりそうなんですね。うんうんうん。やっぱりそういう困りごとは多分どんどん買っていくと、なんか日本で、ここのところは多分日本で買っているお困りごとは世界でも共通するんじゃないかなって気は
するけどね。で海外ではまだその便利さを知らないっていう。ああなるほどなるほど。なんかそういう視点ですよ。そうすると売れるんじゃないかなと思う ね。今まであまり買っていなかったその国がいわゆるその日本と同じ傾向でというかそうすでにペット市場が成熟されているところと追いつくような感覚で見るとってことですよね。だからもう本当、まあ、誰かどなたか言ってね、これ僕の言葉じゃないけど、まあ、本当にその通りだなと思うんだけど、そのやっぱり東南アジアとかは、まあ、ちょっと、まあ、別に失礼じゃないと思うけど、その経済が少しまだ、日本の発展の後を来てて、だから日本が戦後に発展した道なりの、まあ、3倍くらいのスピードでいますよと。だから同じ傾向だから、今どんなその国がどんな状況にあるかと日本と対すると、次何が要は売れるのかっていうのが見えてきます、これはだからそう見ると本当にね、東南アジアってめちゃめちゃ有望なマーケットってことなんですよ。そうですよね、答え言うとね、それはその、まあね、セミナーでも僕たち言ってますけど、人口が増えていくっていうのもそうですし、あとは富裕層の割合が、まあ多くなってってるよってことですし、あともう一個実はその見やすいのは、その戦略的にたどり方がある程度はその見えてくるから、それを後を追うようにっていうのを、そうだからこれはもう日本企業にとっても世界のコンピューターを前にして圧倒的なアドバンテージだと思うんですよ。で結構まあ東南アジアの国々は日本の文化を追ってるところ結構あるから。本当ですか。うん、いやまあそうじゃないですか、技術的にも日本の影響を受けて、まあそれが残念ながらね、家電は、中国や韓国に変わっていったり、まあ、してるけれども、もともとやっぱり日本のテクノロジー文化をこう見習ってっていうか、それを真似して皆さん発展されてるから、だからこそ日本の発展のをこうなぞっていくと、東南アジアの次何が来るのかって見えますよってことですから。めちゃめちゃアドバンテージがあると思うんです、ね、それはね、なんかあまり僕たちがこれまで言い切れてなかったところかもしれないですね。実はその成長のところ予測しやすいかもしれないんで、日本ですでに流行りましたよと、これそう流行ったから、ぜひちょっとあなたの国でも売ってみませんかっていうアプローチができるってことですね、なんかそういう気がするな、すごくありがとうございます。そういう切り口にするとなんかもっとなんか提案できるかもしれないですね、僕らも。そうですね。すでにもう成功してますっていう。そう、はい、というわけで、まあ、いろいろね、その東南アジアの可能性ということで、ざっくりとちょっと説明してきたんですけれども、はい、実はその中でも、2つの国が、まあ、東南アジアの中でも、まあ、興味深いなっていうところがありますと。ね、それでいうと、1つは、まあ、成長率順でね、言うとね、はい、まあ、一番はダントツで、まあ、中国なんですね。はい、ASEANじゃないですけどね、うん、で中国でなんか なんで流行ってるのかっていうのはなんかいろいろ諸説あるみたいなんですけれども、それはなんか僕は感覚的にも分かってる。ぜひ貴重なんで、はい、どう思いますか。いやでもこれはもう裕福なもうステータスじゃないかな。なんかやっぱちょっとお金持ちになったら、ヴィトンを買いますみたいな、そういうスタイルから来てるんじゃないかなって気がしますね。なるほど、はい、これはもうでもデータでも出てますね。中国でのその背景っていうのは、まあ、所得の増加っていうことで、実は27歳以下の若者が約、まあ、そのペット飼ってる数の約 45% 占めてるんですって。てかそんなにお金持ってんだねなんていうことですよね。結構犬ってお金かかるイメージあるんですけどね。 あるよだから、まあ、ちょっとやっぱりそのね、ペットに対する考え方って多分違うと思いますね。もう年齢高い人はね、餌はあげてんだけどそこら辺でいるっていう感じだと思うんですよ。僕の東南アジアの昔のイメージはね、そこら中に犬と猫がいたから。
そのあれですか、野良犬的な話ですか。あ、そうそうそう、まあ、うん、それは野良犬なのか見分けつかないぐらい。うんうんうん、でもそこも開けたりしてるし、びっくりですよね。そうそう、僕もミャンマーやるとき、うん、あ、ミャンマーのときね、そうそう、こんなそこら辺にいるのにわざわざ買うかと思うんですけど、買うんですよね、きっと。うん、そうなんだよね。だからこれって矛盾、もしかしたらそんな東南アジアで無理だよって思ってた人もいるかもしれない。僕もそうですから。それが実はそうじゃないよ。いいですね。このなんか背景を探る知ると、やっぱ説得力というか、その確信に迫るなと思ってて、ね、うん、まあ、これはもう本当に、中国でのデータベースの話ですけど、うん、まあ、背景主に3つありますと。中国でなぜペット市場が急速化しているのか、まあ、全世界でいうとアメリカが1位で、第2位が、日本抜いて中国なんですって。はい、うん、でなんでかっていうと、まず1つはその、まあ、所得層の増加っていうのが1つなんですけど、もう一個が、核家族化。なる、うん、まあ、今急いでね、皆さん やっぱり子供作りましょうということで、はい、動いてますけれども、うん、その、まあ、子供がね、その、まあ、たくさんいた、でも今は一人、じゃその寂しさを紛らわすのに、まあ、ペットっていうのは意外と有効な手段だったっていう。なるほどね。面白い話なんですね。めちゃめちゃ面白いな。ちなみに中国は犬、猫より犬だそうです。あ、なんでだろうね、それ面白いね、それも。なんでな、犬派猫派になった時、国、それなら国ごとでなんか、犬派の国猫派の国って分類あったら面白いね。ああ、ありが、面白いかもしれないですね。そんなデータないのかな。まあ、でもこれはあなたは犬派猫派と、その議論になるので、ね、ちなみに日比さんはどっちですか。いや、僕はもう圧倒的に犬派です。犬年だからね。よく、あ、そうですね、そうですね。我々、はい。あ、ですか、ね、あんまり意識したことないですけど。え？あんまり意識したことないですからね。まあでも、犬ですね。うん。おっと。データがあるよ。あ、本当ですか。わあ。これ僕もシェアできる？あ、できますよ。いい？この、それにこの時間を使っちゃって。そうか、なんか、はい、見ました、これ。なるほど。これはモアキャット、ね、だから緑がモアキャット、うん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 、黒がモアキャット、モアドッグ。え、ということはさ、カナダ、何これ、アメリカ、アメリカ大陸はモアキャットなの？多分ね、これ僕ね、一つピンときてるのはなんか気温だと思うんですよね、うん、気温関係ないですかね。そうやな、うん、寒いとこは猫、うん、で、まあ、ちょっと相関あると思うんですよ。まあ、東南アジアがなんかやたらキャット多いからあれなのかなと思うんですけど、まずその北米大陸、のところちょっと緑じゃないですか、うん、で中国とロシア、緑ですよね、うん、であともっと見たいのがあのエジプトあたりのあのスタン系ですね。エジプト、ここら辺ってなんか背景あるんじゃないかなと思うんですよね。エジプトはなんかスタンカーメンとかみんな猫系じゃない、なんかね。そう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 、アフリカ大陸はみんな食べられちゃうってことかな。まあちょっと笑うとこですよね。確かに真っ白だからあれですけど、なんか、すごいね、これ。これ面白いですね。うん、ちょっとそこの点の道の人の意見聞きたいくらいですよね。意外とやたらこの東南アジアのところは緑が目立つんですよね。うまいね。何なんだろう。っていうのを。はい、ただ問題提起するだけで去るっていう。まあいいんじゃないですか、これ。こういうこと調べて、あ、これユーロモニターか。あ、ユーロモニターっていう会社あるんですね。ユーロモニターって世界のリサーチ会社だね。あ、へえ、はい。何かあるときユーロモニターとか、まあ、これ本当お金払わないといけないと思うけどね。うん。うん、そうなんですね。面白いね。面白いですね。まあ、あのね、その犬派猫派っていうところなんですけど、ちょっと話戻すと、うん、まあ、まあ、東南アジアの国の前に実はその中国っていうのは面白いよと。で、はい、中国で言うと、まあ、その伸びてる背景っていうのは核家族化、
所得層の増加、あと実はもう一個、これは別にペットだけじゃないですね。なんで中国でペット市場盛り上がってるのか、観光かどうか、さあ行きましょう。では正解は EC サイトですね。どういう意味ですか。つまり、ペット動向の話じゃなくて、EC、その中国の、EC サイト市場が大きくなったから、その全体の購買っていうのも上がって、ね、で、その中でペット市場も上がったよねっていう、でペット関係なくの話ですね。あ、まあ、でも、そこはまあ、素地になってると。そうです。まあ、この前も、これね、これも、この前もセミナーでやりましたけども、圧倒的な、まあ、EC 市場ですよと、中国がね。たった1日で1つのサイト、ね、あのポータルサイトだけで1兆円の売り上げ上がるっていう、驚くべき。ただこの辺もね、そう、これもなんかぜひ知ってほしいですね。これに乗せて戦略的にね、今もう今準備をみんなしてるから、この11月11日っていうのにね合わせて、ああはいはい、独身の日ですね。そうですそうです、はいはい、うん、これもね、ちょっとこう日本の企業さん、コロナでもできる売上対策、もっとどうセミナーしてもいいね。コロナでもできる売上対策、ありですよね。あのね、我々と一緒に今活動している方も、あの台湾と中国、中国だと百貨店マーケティング、台湾だとインフルエンサーマーケティングに強い会社さんなので、もしあのご興味ある方は、はい、はい、11月、もう全然まだまだ、まあ、ちょっと急いでやらなきゃいけないんですけど。そうですね、ですね。ちなみに、2016年ちょっと古いんですけど、2016年は、中国、韓国等の東南アジア市場では、キャットドッグフードのオンライン販売は市場全体の3分の1なんですって。なるほどね。十分キャパとしてはあるんじゃないかなということで、あの中国はもともといい、ね、あのペット市場として注目なところでよって言うんですけど、東南アジア、せっかく我々がね、あの行きましょうって言ってる東南アジアの中でも実はどこかっていうと、まず一つはタイですね。そうなんです、ね、これちょっと僕行ったことないんで全然イメージつかないんですけど、僕もイメージつきません正直。ですか。まさかタイでっていう感じです。もうタイもそこ辺、そこら辺にいるっていうイメージだから。はい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 、うん、でもね、タイもね、本当に、まあ、バンコクとかはもう変わってますよ。もうすごいおしゃれだし、すごい都会的だし、まあ、街並みはね、一部昔ながらのタイもあるんだけども、まあ、交通機関も整備されてね、もうスーパーじゃない、デパートかね、デパート行くと、本当にまあ、見た目ちょっともう日本と変わらない高級感というかね、その洗練された感じもありますし、なんかそういうところが多分こう、うん、経済の発展と、うん、なぜペットが増えたかっていう、まあなんかこう後押しするものじゃないかなと思うよね。いや、それはもうなんでさっき言った、ね、日本のたどり方と、別に上から目線でもなんでもないんですけど、日本の辿り方とちょっと似ていたっていう話かもしれないですね。まあ多分圧倒的に、まあ、東南アジアの中でも98年通貨危機以降ね、もう最大伸びたのはタイなんですよ。それはもう日本が、まあ、トヨタを含めて自動車産業がタイに入っていったんですね。だからもうすごい経済の後押しをしたわけです、だからあの東南アジア、タイっていうのは東南アジアの自動車生産の拠点なんで、はいはいはい、うん、で自動車産業っていうのはすごいのは、トップに自動車メーカーがあるんですけど、その裾にいっぱいもういろんなメーカー、製造業があるわけですよ、だからそれはタイで行われるってことはその下にいっぱいできるってことですね、でそれがもう98年ぐらいの段階からタイが選ばれてですね、伸びていったという経緯で、まあ、そういう意味ではこう日本が、まあ、戦後トヨタとかホンダとか日産がこう伸びていったそういうけあの後をね、同じようなことをたどってると思ったらいいんじゃないですかね。そうですよね。なんかそれで言うと、そのなんでタイでペット市場が増えていったのかっていう理由の背景には、
まあ、その日本と少し似てる部分があるのかなっていうのがあるんですけど、うんうん、実はその東南アジアで一番少子高齢化が課題となっているのって、第1位がシンガポール、第2位がタイだそうですね。次マレーシアかな、そうなんですかね、うん、まあ、タイはそうです、うん、他の国、ね、フィリピンとかインドネシア、ベトナムは確か平均年齢30代ぐらいだと思いますけど、うん、そうなんですね、シンガポールと、タイはもう高齢者になってきて、うん、いや面白いですね、面白いですね、そこまで変わらなかった一緒の理由だったっていうなんか逆に目から鱗ではないところが鱗ですよね。まあそうですよね。だからまあ東南アジアの中でも成熟してるマーケットって僕らは持ってますから、うんうんうん、まあ、ある意味だから、うん、レッドオーシャンね、言い方すれば、うんうん、タイの市場、そうなんです、僕らはまあ僕昔ね、化学品とか原料やってる時に、まあ、考えてどのマーケットがポテンシャルありますかっていう時にね、タイはもうかなり成熟したマーケットっていう認識、だからまあテストマーケティングはタイでするけど、まあ、どこでじゃあ商売勝負出るかっていうと違う国でやります、うん、っていうことですね、うん、なので結局ね、例えば今僕が見てるデータなんて、これいつだろうな、2018年とか、あれ、これごめんなさい、2021年でしたね、2021年1月のホットなんですけど、うん、例えばそのタイでペット市場いけるじゃんと思っても、いやいや、もうその結構ノレスレッドだよってなる場合もあるので、やっぱ本当のなんか現場感とか聞かれるといいかもしれない、知らないですね、ね、うん、いやすごいね。ちなみにもう一つのちょっと僕、ああそうなんだっていう、そのタイのね、なんでそのペット市場で拍車をかけたかっていう、まあ理由の考察があるんですけど、もうすごい、ね、それが実は2、30年前のタイって、まあ、タイは別にイスラム教徒ではないんですけど、犬っていうのは下等の生き物っていう認識があったんですって、うん、ああそうなんですね、2、30年前までのタイは。ただそのなんか考え方を、まあまあ、それまではその番犬としてとかペットとして飼う人ってあんまりいなかったんですって。ただその考え方を変えたのがタイで絶大な人気を誇った全国王陛下だそうです。ああそうなんですね。でその国王陛下が犬好きだったんですって。なるほど。で人気の国タイの国王が、近所の野良犬に餌をあげたり、うん、首輪をつけて地域ぐるみで面倒を見るなどの動きが出ましたと、うん、だからなんかあれですよね、徳川家の一番最後の将軍みたいな、なんかいましたよね誰か、うん、まあ、それは、なん勝利憐れみの霊か。あ、そうですそうですそうです、うんうんうん、それとちょっと違うかもしれないんですけど、まあ、そういったその王様がやられてるっていう姿を見て、ちょっと市場が変わったっていうことから、動物病院が増えたりとかペットホテルが増えたりとかっていうのがあるそうです。え、もうそれが圧倒的な原因じゃない？やっぱそうなんです、実は。本当にもう歴、まあ、ちょっと今体制変わってしまった、この言葉を言うことも実はタイでもしかしたらタブーなんだけど、前の国王の影響力は本当にすごかった。数々の、まあ、揉め事をね、結構クーデターみたいなこともあったんですよね。ああそうなんですね。それを収めてきたのは全部国王だったから、国王が言うから仕方がないってみんながもう納得するんですから、みんなが大好きだった。なんかその今のね、ちょっとその情勢が大変な中の風景とか見ると結構混沌としてますよね。はい、いやもう間違いないわ。それはもうすごいね、アジアの歴史の中で国王がマーケットを作ったっていうのもんですよね。うん、そこはね、まあ、王国っていうキーワードで言うとあるかもしれないですね。そうですね、国王がみんな本当好きだったからね、国王のことは。なんでそれが好き、そんなに好きなのかっていうのもちょっとまた面白いところですけどね。確かに確かに、うん、なかなか我々には分かる感覚かもしれないですね、はい、昭和天皇大好きですかみたいな、うん、いいですね、はい、というわけで、はい、今回ですね、海外ビジネス大学特別講義ということで、まあ普段もこんなにダラダラとは話さないんですけどちょっとね、自分たちでも、はい、
生のリアルなディスカッションも含めたお話をしていきたいということで、特別講義ということで東南アジアのペット市場についてというお話をさせていただきました。ありがとうございます。はい、まあ、まとめると、まあ、かなり盛り上がってますよとそうですっていう、まあ、話に至るんですけれども、やっぱりその盛り上がってる理由にはやっぱりその人の悩みっていうかニーズがあるわけで、例えば歯のことだったりとか、中に出るっていうその健康志向のことだったりとかですね、あとそのそれに関連する商品消臭だとか、ね、事故合わないための首輪とか、もしかしたら骨盤矯正とかもあるかもしれないし、はい、そういったところがどん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 注目化されてますよと、うん、なんでそれに関連するもちろんメーカーさんもそうですし、デザイン会社さんもそうですし、ね、あの EC サイトを作ってる方もそうですし、ぜひぜひあの注目されたらいいのではないかということで。そうですね、やっぱり情報ですね、現地の生の情報を得られる。うん、だから僕らやっぱそういうのになっていきたいですね、やっぱりね。あ、そうですね、うん、ぜひ活用してほしいなと思います、うん、それでいうともう本当にもしかしたらトゥーレイトな情報になってるかもしれないですしなんかこれその意味としては同じだけど背景が違うからそういう理解ではないよみたいなのあるじゃないですか。まあ確かにね、うん、ちょっとなんかうまい例えが出ないですけど、はい、まあでもそういうのはちょっとやっぱりタイムリーにいってどんどん提案していくと、やっぱこうそれでこうなんか日本活性化していきたいですね。いいですね、はい、というポジションで、はい、我々やらせていただいております。はい、というわけで海外ビジネス大学は、こうした、日本企業が海外進出に必要な、はい、一体一歩となるノウハウ、人脈、あとは知識ですね、うん、情報っていうのを提供しております。はい、こちらを、運営している海外ビジネス大学の、株式会社ゴーバンド、では海外進出、特に東南アジア進出に特化した、ブランディングサービスっていうのを提供しています。まずはね、進出しますかしませんかの前にあの基盤だけ固めましょうということで、そういった情報も提供しておりますので、概要欄の、LINE アットからぜひお問い合わせいただければなと思います。そして、はい、まあね、簡単株式会社っていうのは皆さんの輸出を、ね、簡単にしますと。どんな風に簡単にするかっていうと、まあ、現地でなかなか見つけにくい現地でのビジネスパートナーを探してマッチングするっていうね、まあ、それによってビジネス海外輸出が簡単になります。そういうことです。もうパートナーがあって商売ができます。ね、ぜひ皆さんのパートナーを、ね、海外に見つけてほしいなと思います。はい、はい、というわけで皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。 YouTube でも見てね、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。海外ビジネス大学では東南アジアへの販路開拓術、事業者に必要な英語プレゼン術をレクチャーしています。そしてゲスト企画も用意しています。海外ビジネスに失敗したしくじり経営者、留学生の研究を特集する外国人の卒論、海外進出のためになるコンテンツをどんどん配信中です。次回の配信もお楽しみに。間に合った。